駅馬車は1939年のアメリカ合衆国の西部劇映画、ジョン・フォード監督。主演はジョン・ウェイン。共演はクレア・トレバー、トーマス・ミッチェル、ジョージ・バンクロフト。アーネスト・ヘイコックスの1937年の短編小説、駅馬車をダドリー・ニコルズが脚色している。アメリカの西部劇映画を語る上で欠かせない名作であり、 映画史を代表する傑作として高く評価されている。主演のジョン・ウェインはこの映画に出演する9年前の1930年にビッグトレールで主演に抜擢されたが不評で、その後、長い不遇時代を過ごし、B 級西部劇映画に出演しながら、俳優としての実力を蓄えて、この映画の演技が認められて、以降は、ジョン・フォード監督作品の看板俳優として、 主演を務めていくようになり、一躍大スターになった。西部劇ではあるが、物語は、駅馬車に乗り合わせた人々の人間模様が中心で、終盤に、アパッチ襲撃と決闘という二つのクライマックスが描かれている。アパッチ襲撃のシーンは大胆なクローズアップによる、撮影や、焼きマカヌートによる、見事なスタントで、スピーディーかつダイナミックなアクションシーンとなり、 アクション映画史上普及の名場面となった。1995年にアメリカ国立フィルム登録簿に登録された。ジェロニモがアパッチ族を率いて居住地を出たという情報が飛び交っていた頃、アリゾナ州トントからニューメキシコ州ローズバーグに向かう駅馬車が出発した。乗客は町から追放された娼婦ダラス、アルコール中毒の飲んだクレイ車分。 はるばるバージニアから来て、夫のマロリー騎兵隊隊員に会いに行く貴婦人、ルーシー、幸新社の酒商人ピーコックであった。出発の際に、南部出身の賭博士ハットフィールドが、マロリー夫人の護衛として乗り込んだ。漁車のバックとカーリー・ウィルコックス保安官が加わり、駅馬車は出発する。さらに出発して、すぐに、トントの町外れで、銀行家ヘンリー・ゲートウッドが、 駅馬車に乗り込んできた。彼は5万ドルを横領し、ローズバーグへ逃げて雲隠れするつもりであった。合計8名の駅馬車が砂漠にかかるとき、突然銃声がして馬車が止まった。ライフルを軽々とくるりと回して現れたのは、脱獄衆のリンゴキッドであった。保安官カーリーと魚車バックは、リンゴキッドとは、窮地の間柄であった。 リンゴが脱獄で500ドルの懸賞金がかけられていることも知っていたが彼が父と兄弟を殺したプラマー兄弟に仇打ちをするためにローズバーグへ行くことも予知していた。そしてカーリーはリンゴがローズバーグに行くことを予想してこの駅馬車に乗ったのだった。リンゴがプラマー兄弟と決闘しても殺されるに決まっていると考えライフルを取り上げてリンゴを逮捕した。 リンゴの父とは、同じ牧道仲間で父親代わりであったカーリーにとって、逮捕することがリンゴを安全にする方法であった。また皮肉なことに同情した飲んだクレイシブーンは、かつてリンゴの殺された弟を治療したことがあった。駅馬車は、最初のステーションであるアパッチウェルズに到着する。ここで、トントから随行してきた、護衛の騎兵隊との交代の部隊がいなかった。 ジェロニモがアパッチ族を率いて居住地を出た情報がある中、護衛なしで前進してローズバーグを目指すか引き返すかの投票が行われローズバーグに向かうことに決定する。道中の馬車の中でトバクシハットフィールドは盛んにルーシーのために気を使いルーシーに銀のカップを差し出す。ルーシーはそのカップを見てこれはグリーンフィールド家の紋章ではと問う。トト ハットフィールドはどこかでかけて儲けたものという。ダラスに対しては、皆の目は冷たく、無視されている。そのことでリンゴが怒ったりしていた。また酒商人ピーコックが、販売拡大の営業のため持ってきたサンプルの酒が、飲んだクレイシに飲まれてしまう。次のステーションであるニューメキシコのドライフォークに、到着するが、ここで、メキシコ人のクリスから、マローリー大意が負傷して、 ローズバーグに運ばれたと伝えられてルーシーは倒れる。ルーシーは妊娠していて、ショックで散気づいてしまう。メキシコ人の牧道たちが、ジェロニモの襲撃を恐れて、夜のうちに逃げ出し、クリスの妻も姿を隠してしまう。飲んだクレイシーブンがコーヒーを浴びるように飲んで正気に戻り、ダラスの助けもあって、無事にルーシーはジョジを出産する。リンゴは、 道中親しくなったダラスにプロポーズし、一緒に、メキシコに住もうと誘うがダラスは答えなかった。そして、ダラスに励まされ、リンゴは敵討ちを諦め、メキシコに逃げようとして、アパッチののろしを発見する。のろしは襲撃の合図であった。リンゴは、メキシコ行きを諦める。そして、駅馬車は、ドライフォークから川の渡し場に行き、 川を渡って、ローズバーグを目指そうとした。だがすでに私船を含め川の私場全体が、焼き打ちにあっていた。そこで、駅馬車にイカダをつけてそのまま浮かして川を渡り切り、難関を突破した。渡っている間に、アパッチの襲撃はなく、一同は安堵するが、私場で、アパッチの光信号のようなきらめきを見た、ハットフィールドは、警戒を続けていた。 危機が去ったとして、終着駅がもうすぐだとしてブーンが祝杯をあげようとしたその瞬間、突然弓矢が飛び込みピーコックの胸に突き刺さった。ついに総攻撃をかけてきたアッパッチ族に駅馬車の男たちは必死に応戦する。バックは腕を撃たれ、リンゴが戦闘場まで飛び移り手綱を引いた。やがて弾薬が底を突き、観念した。 ハットフィールドは恥ずかしめを受けさせまいと最後の一発をルーシーに向けたとき、アパッチの流れ玉に撃たれて命を落とす。その直後にラッパの音が聞こえ騎兵隊が到着し、危機一発で駅馬車は難を逃れた。結局一人の犠牲者と二人の負傷者と共にローズバーグに到着する。ローズバーグに着いてから、リンゴはカーリーに十分だけくれ、絶対に戻るからと言う。 カーリーはライフルを渡して、弾はないぞと言う。しかし実は、リンゴは三発だけ隠し持っていた。ダラスにも、きっと戻ってくると言い残して、プラマー兄弟のいる酒場に一人向かった。酒場では、ルーク・プラマーがポーカーをしていて、リンゴ・キッドがやってきたと知らされて、その場に捨てたポーカーのカードは、A と8の黒の2ペアであった。ルークを筆頭とする。 プラマー三兄弟は、リンゴと酒場の前で睨み合う。一瞬の銃撃戦の末、酒場に再び、ルーク・プラマーが戻ってきた。ルークはカウンターに近づいた瞬間に床に倒れた。リンゴは無傷で、ダラスの元に戻ってきた。カーリーとブーンが馬車を用意していて、リンゴはカーリーに、ダラスを牧場まで送るように頼む。カーリーはダラスもリンゴも馬車に乗せて送っていくことに。 するという。そう言った後にブーンと馬車から降りる。カーリーとブーンは馬に石を投げ、彼らを文明から逃がすのだった。カーリーはブーンに一杯おごるよと誘い、ブーンは一杯だけなと答え、ダラスとリンゴの二人が乗った馬車は荒野へ去っていった。男の敵などの監督作品がヒットし、人気監督となっていたジョン・フォードは、1937年に、 アーネスト・ヘイコックスの短編小説、ローズバーグ・行き駅馬車の映画化券を2500ドルで獲得し、ダドリー・ニコルズと脚本を執筆。フォードが所属する20世紀フォックスに企画を持ち込んだが、当時衰退していた西部劇の映画化には興味がなく拒否され、その他大手の会社にも企画を持ち込むも相手にされなかった。そこで、独立プロダクションを立ち上げて、 制作活動を行っていたウォルター・ウェンジャーに話を持ち込み、53万ドルという低予算で作品を制作することとなった。フォードにとっては、3悪人以来の西部劇映画となった。あとに、ジョン・フォード監督はこの映画の発想源はギ・ド・モーパスさんの短編小説、死亡の塊だと語っている独立プロでの低予算の映画であるため出演料も安かったが、 トーマス・ミッチェル、ジョン・キャラダインなどといった、芸達者な俳優を集めることに成功した。主演級の俳優については、ウェンジャーは、リンゴ・キッド役に、ゲイリー・クーパー、ヒロインのダラス役に、マレーネ・ネディ・トリヒをそれぞれ起用しようと考えていたが、低予算であったため希望は実現せず、ダラス役に、クレア・トレバー、リンゴ役に、フォードの友人で、 BQA が専門の俳優だったジョン・ウェインというフォードが希望していた俳優が起用される形となった。しかし、ほとんど無名だったウェインの主役起用は周囲から反対されていたという撮影に使われたモニュメントバレー。撮影は1938年10月頃に始まりユタ州にあるモニュメントバレーで撮影を完光した。この撮影以降フォードは 多くの監督作品をモニュメントバレーで撮影し、お気に入りの撮影スポットとした。また、モニュメントバレーに住んでいたインディアンのナバホ族が生活に困窮していたことを知った。撮影隊は彼らを撮影の裏方やエキストラとして雇い入れ、スタジオで規定されている報酬を払って生活を助けたというエピソードがあり、ナバホ族の雇用はその後の作品で撮影に来た際も、 続けていた。ジョン・ウェインは無名であるにもかかわらず、大役に抜擢されたため、共演者やスタッフたちは、ウェインのことを心よく思っていなかった。それを知ったフォードは撮影中に、ウェインを罵倒し侮辱し、徹底的にしごいた。それは共演者たちが、駆け出しのウェインに反感を抱かぬようにするための、フォード一流の辛抱遠慮であった。 クライマックスのインディアン襲撃の場面は、カリフォルニア州にある乾燥庫で撮影が行われ、ウェインのスタントマンとして活躍していたヤキマカヌートが、スタントコーディネーターとして起用された。カヌートは、馬から、駅馬車を引っ張る馬に飛び移り、そこを撃たれ落馬した彼の体の上を馬車が、通過するという危険なスタントを披露した。しかし、そんな危険なスタントのおかげでこの場面は、 ハラハラするような迫力あるシーンとなった。1939年2月15日に公開、批評家から大絶賛され、工業的にも大成功した。この年のアカデミー賞には7部門にノミネートされ、ジョエンダニュー賞と音楽賞をそれぞれ受賞した。しかし、作品賞は13もの賞にノミネートされ、8つの賞を獲得した、風と共にサリヌが受賞した。 日本では、翌1940年6月19日に封切られた。この作品は、ヨドガワ・が、ユナイテッド・アーティスツ、日本支社の宣伝部勤務になって、最初に担当した作品であり、駅馬車という放題を考えたのも、ヨドガワである。ヨドガワの宣伝活動はやりすぎだったため、一度は、会社をクビになるが、作品が、大ヒットしたのでクビは撤回された。 また、ヨドガワの活動ぶりはアメリカに報告され、後日ヨドガワに作品の制作者であるウェンジャーからサイン入りの銀時計を送られた。作品は現在も高い評価と人気を受け続けており、映画史上に残る普及の名作として知られている。映画批評からを対象にした過去の作品のランキングや投票では必ずといっていいほど上位にランキングされている。 米国の映画評論サイトである、ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、西部劇のジャンルが提供しなければならない。最高のものを代表している、駅馬車は、ジョン・フォード監督のダイナミックな演出とジョン・ウェインの、魅惑的なスター性によって、ドラマティックな、重さを与えられた、素晴らしい大冒険作品である。であり、45件の評論のすべてが高評価で、 平均点は10点満点中9.3点となっている。また、評価レビュー収集サイトであるメトクリティックによれば、15件の評論のすべてが高評価であり、平均点は100点満点中93点となっている。国内での評価も良く、1940年度のキネマ旬報ベスト10に第2位でランクインされた。ランキング以下は日本でのランキング主題歌。 駅馬車本作品の権利はもともと、ユナイテッドアーティストが所有していたが、7年契約ルール、により1946年には権利を制作者の、ウォルター・ウェン・ジャーに変換していた。それ以降いくつもの独立系の配給会社が何年も、配給を行っていた。1966年に、リメイク版を制作することになる20世紀フォックスが、オリジナル作品の著作権を、 ウォルター・ウェンジャーから買い上げ更新ていたが、また後にウェンジャーの死後になって、ケーディミ映画社を通じ家族に返還された。しかしながら配給権は、ジュリアン・シュロスバーグが1978年に立ち上げた、キャッスル・ヒル・プロダクションズが保持していたが、2009年に、キャッスル・ヒルが廃業し、同じく彼の所有する、ウェストチェスター・フィルムに譲渡された。現在、 2014年にジュマープロダクションズ、ウェストチェスターフィルム社を買収したシャウト。ファクトリーが保持している。工業配給は、現在ワーマーブラザースが取り扱っている。本作品のネガフィルム原版は紛失もしくは廃棄されており、ジョン・ウェインが映写機にかけたことのないポジティブフィルムの形で一本、所有していた。 1970年に複製メガフィルムを制作するためにそのポジを使用することを許可し、この複製が現在映画祭などで使用されているものである。UCLA が1996年に現存する部分からフィルムの完全修復を行い、ケーブルチャンネルのアメリカンガムービークラシックスで公開した。ワーナーホームビデオから過去に発売した DVD には、 このレストア版ではなく、キャッスルヒル、ケーディン映画版が使用されていた。2010年5月には、デジタルリマスター版のブルーレイと DVD が暗い、ペリオンから発売されている。2014年には、ジョン・フォード監督の生誕120年を記念して、デジタルリマスター版が、静かなる男と共に、劇場公開された。ユナイテッドアーティスツ制作だが現在、 米国では版権をキャッスルヒルプロダクションズ配給権をワーナーブラザースが保有する。日本では東北新社が配給権を持つことから東北新社が正規版 DVD を発売中。日本では著作権の保護期間が終了したことから現在激安 DVD が発売されている。ありがとうございます。